はい、高橋丈太郎ですね。日本侵略に加担かということでですね、この中国がですね、どんどん中国の方が日本にどんどん来るということで、どこかはもうどこ 何パーセントだってしたっけね、もう大変なことになってね、あと北海道とかですね、どん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 もうどんどん中国、もうほとんど中国になってくんですね、日本はですね。で、まあそのね、中国にですね、協力してるわけですよね、もういろんな人がですね。これはもうこれだけ多くの方がですね、こうやって、まあいろいろね、調べて言ってるわけですからね。もう一人二人じゃないですからね。このツイッターの中にも本当に大勢いてですね、どんどん中国にね、乗っ取られてますよということでですね、日本侵略に加担か、橋本徹が中国共産党のフロント企業上海電力を誘致した疑いが浮上し批判殺到、習近平の弟の懐を潤すという記事でございますね。はい、であとはこちらをですね、よくいっぱい書いてあります。はい、で、こちらの方にですね、ツイッターのコメントをしていただけたらなと思いますね。はい、ですね、まあ、そういう状況なわけですけれどもね、まあ、国民はですね、まあ、ほとんど、まあ、興味がないというかですね、日本の国民っていうのはですね、まあ言われた通り何でももうしちゃうわけですね。そうなればそうなったでね、しょうがないよねっていうかですね、まあそんなことよりですね、そんなことも多分考えないっていうかですね、私まあ自身もですね、まあじゃあどうすればいいのかって言われるとですね、本当、もうこうやってですね、動画しゃべるしかないですけどもね、この前にしゃべった動画ね、ちょっと再生していただいたのでですね、もう出てくるやつもどん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 喋ってるわけですけどもね、もう、まあ、今流行りのあれについてはですね、ちょっと言えないんですけどね、もう本当にですね、まあ、私の動画2万何千本も消えたのでですね、今ですね、まあ、メインチャンネルもですね、7月2日になればですね、元に戻るのでですね、あと2ヶ月、ね、2ヶ月。6月何日かでね、1個ペナルティが消えるのでですね。まあ、でも、もうメインチャンネルはもうやんないでですね、とにかくね、残ってればね、いいわけですね。消えちゃうとですね、もう全部やってきたことがゼロになりますからね。これをまずなんとかしてほしいですよね、なんとかね、これをなんとかすればね、どん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 ね、発信の力のある人っていうのはもうたくさんいるわけですからね。ここなんですよね。あるいはですね、まあわかんないですけど、まあ、TikTok でもいいですけども、こう、普通にこの YouTube と同じ仕組みにしていただければですね、あるいはね、日本で独自のですね、この SNS とかね、SNS どころかですね、インターネットそのものをですね、もう個人が作れないのかなってもうね、もう何本も言ってますけどもね、インターネットそのものをですね、個人で勝手に作れないのかなってですね、インターネットじゃなくてもいいですよ。インターネットじゃなくてもいいんですよ。別にですね。なんです。それが何かはわからないですけどね、そうしたら大発明ですよね。そんなこともいっぱい録音してきましたけどね、もっともっとな、フリーエネルギーとかね、もういくらでも載ってますしね、まあ、フリーエネルギーっていうのはですね、電気だけじゃなくてですね、電気だけじゃないんですよね。フリーエネルギーっていうと電気をイメージしちゃうんですけど、電気だけじゃなくてですね、もっともっとですね、もっともっといろんな可能性がですね、まあ、あるということでですね、やっぱりですね、もう本当に今小学生の方とかですね、本当に頭の柔らかい方がねに頑張ってほしいなっていう、私もですね、
なんかね、なんかできたらいいなと思うんですけれどもですね。はい。ということで、ありがとうございました。はい、失礼します。